ハロチョブレイクスーツアゲレスト、今回なんですけど、東大式勉強法、7回の勉強法っていうのを紹介いたしまして、さらにこれ実際どうなんてところを僕が考察していくという企画をやっていきたいと思います。で、まず7回の勉強法って何なのかっていうと、簡単に言ったら教科書7回の勉強法なんですけれども、確かにこれは勉強って基本的に反復系で、反復することがめちゃくちゃ大事なんですよ。1回だけだと理解も曖昧だし、まだほとんど記憶してない状態なんですね。だからとにかく反復することが大事なんですけど、それを中立に再現した勉強法ってことですね。で、7回の勉強法細かく紹介するとこんな感じになっておりまして、1回目が見出しを読む。2、3回目が少し細かく読む。4、5回目がキーワードを意識して読む。6回目が詳細に目を向ける。そして7回目が格差にお付け加えながら全体を再で読むっていうのを繰り返すらしいです。まあでもこれ意識するのめんどくさいんで、多分普通に7回サラサラって読むだけでいいと思います。で、著者によると7回の勉強法に必要なのは1冊の基本書らしいです。まあ7回読むのは相当根気が必要なんで、1冊に絞るのが大事ってことでしょう。で、本を選ぶ基準としては情報の網羅性が高いことでありまして、簡単に解説しました系の本は取っかかりはいいんですけど、これ1冊だけやればいいって感じにはならないんですよね。だから網羅性が高くて、これ1冊やってれば大丈夫でしょうみたいな本を見つけて、そこに全力を注ぐのが大事らしいです。で、7回の勉強法は科目ごとのやり方が異なるらしいんですね。例えば社会科系はサラサラって読むだけで圧倒的な効果を発揮できるらしくて、まあこの勉強法は歴史の流れを掴んだり、キーワード暗記したりするので非常に相性がいいってことですね。で、現代文はどうするかっていうと、教科書読むだけじゃなくて解説を端っこに書いたり、先生の喋りの部分を端っこに書いて、それとともに7回読むことによって理解が深まるらしいです。で、数学は読むだけで試験問題解けるようにならないので、7回読みじゃなくて7回解きをするらしいです。これによって解き方を覚えるって感じですね。で、実際この勉強どうなんてところだと思うんですけど、僕の意見としては確かにめちゃくちゃ頭には入ると思います。やっぱり最初も言いましたけど、暗記するためには反復が欠かせないんですよ。脳って基本的に怠け者で、必要のない情報はすぐに忘れ去られちゃうんですね。これ嫌な記憶をすぐに忘れられるっていうメリットもあるんですけど、同時に記憶したい時にはデメリットになるわけですね。で、脳にこれは必要だと思い込ませるためにはめちゃくちゃ反復するってことが大事になってくるわけですよ。まあ、脳もね、7回もの情報叩き込まれたら、さすがにこれ覚えなきゃいけないんだなって思うわけですよ。で、この勉強のメリットは3点ぐらい挙げられてまして、1点目は読むことへの負荷が小さいこと、まあ、サラサラって読むだけでいいので勉強への腰が重くないわけですね。で、2点目がインプットスピードが速いこと、読む書く聞く話いっぱい勉強あるんですけど、その中でも読むっていうのはインプット効率は一番高いわけですよ。短時間で大量の情報を浴びれるので反復に適してるわけですね。3点目がいつでもどこでもできるってところで、通勤時間とか通学時間の隙間時間でもいつでも実践できるってところがメリットとなってきます。ただですね、欠点僕見つけちゃいまして、まず7回読むのめんどくさくないですか。いくら好きな本でも僕7回も読むことないっすよ。多分相当大変だし途中で飽きちゃうんじゃないのかと思います。で、2点目はもう完全に理解したってところも7回目だと繰り返しちゃうんで、その分時間効率悪くなっちゃうんですね。で、最後がアウトプットが少ないんで、ぶっちゃけ記憶の取りこぼしがあると。やっぱアウトプットすることによって初めて自分が分かってないところが近くできるようになるので、なかなか完璧にはいかないんじゃないのかなと思います。ただですね、それを完璧に改善する方法、科学的に考察って僕見つけちゃいました。というわけでそれを紹介したいんですが、それは次回やっていきたいと思います。ただ次回は神回なんでね、ぜひチャンネル登録して待機してもなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。